寺本廃寺跡等新祖寺本廃寺は、山梨県笛吹市春スガ町寺本にあった、7世紀後半の創建と推定される古代寺院。海寺本廃寺とも称され、近年は寺本古代寺院跡の故称が用いられている。山梨県中部、甲府盆地の北縁部に位置、大鳥山線と西川の形成する美高地上に立地する、道県内最古の古代寺院遺跡である。 笛吹市カスガ地域は山梨郡山梨里にあたり、6世紀までのカスガ古墳群をはじめ初期国府関係遺跡が集中しており、沈めなど軍団に関わる地名も見られる。6世紀半ば頃に日本へ伝来した仏教がカの国へも伝えられていたことを示す古代寺院遺跡である。同時期の古代寺院は他に見られないが、県内では終末期の古墳から、 仏教文化の影響が見られ、7世紀には、海野市天狗沢の天狗沢がう後から、供給先は不明であるが古代河原が出土している。8世紀初頭には、甲府市、横根町の東馬大石から、小金動物が出土しており、海国分寺、国分アマデラをはじめ、各地に寺院が建立され始める。造営者は不明だが、大友市である可能性も考えられている。 隣接する甲府市東部の川田町には古代寺院へ瓦を供給していたと考えられている。川田が用跡や浄土木遺跡があり、寺本廃寺と共通する古代瓦が出土している。寺本廃寺の性格をめぐっては変遷があり、初期国分寺や国分天寺,寺、軍寺や宇治寺、国府付属寺院であるなどの小説があったが、現在では、 丹門取関東大戸塚頭を服装された、春日井古墳群の有力主張の宇治寺加国府、付属寺院であると考えられている。貝の国史によれば、江戸時代までは、国分山寺と考えられていたが、1938年に、大場和を、国分寺の研究により否定された。移行発掘の様子1950年、石田主作により、遺跡中央東部に位置する、東新祖付近で、 発掘調査が行われ、考古学雑誌で紹介される。1981年、翌1982年、1986年の3時に、渡り加須ガ町教育委員会による発掘調査が行われた。遺構は、当後から確認された、当真相を残して埋め戻され、周辺は果樹地帯となっている。130メートル四方の地域で、中央北には、 現在の山王神社が位置する。回廊内の東に塔、西に近道、これらの北に高道を配置する、宝記寺式仮覧配置で、近道と塔が極めて隣接して配置されていることが特色である。塔跡からは直径2.8メートル、厚さ1.3メートルの安山岩自然石を利用した塔神祖が確認され、上面を平坦に中央に2段の円形孔が開けられている。 北東からは、ネイシが出土し、初重平面は5.4メートル四方であったと考えられている。山老神社の南にあたる坑道跡は、南北18メートル、東西22メートルで桁行き七間張間五ごと推定され、ネイシと雨落ち溝が確認されている。近道跡は、砂僧の地山上が整地され、南北12メートル、東西20メートルと推定されている。 聖地層の上からは、軒木瓦と木段を区画する玉石が検出されている。山王神社の西にあたるガラン北側の僧帽跡は、南北20メートル、東西8メートルと推定され、軒木瓦と年始の他生活用具の出土遺物が確認されている。また、西南北には、門石が確認されている。出土遺物では、瓦類が多く、平瓦、丸瓦、軒丸瓦、 のき瓦がわらなど、のき瓦がわらは、文様から8形式に、のき瓦がわらは4形式に分類される。また、5400と記された、文字がわらも1点出土している。のき瓦がわらの組み合わせ様式から7世紀の創建で8世紀、中頃に補修されたと考えられており、白宝器の短弁八用連芸文献丸がわらとよえ、古文献平瓦がわらの組み合わせと、 天平記の復弁六葉蓮華文献丸瓦と金星唐草文献平瓦の組み合わせが見られる。土器は、弥生時代から幅広く出土し、地域内では10世紀のものが多く、地域外からは11世紀以降の土器が多く出土する。総防水定地からは、牧書土器や豆明皿、祖造仏像の破片、丸玉、鉄釘、防水車、古船などが出土している。出土資料は、 春日井郷土館と山梨県立高古博物館に所蔵されており、出土瓦の一部は山梨県立博物館において常設展示されている。海区なし力国府は移転されたと考えられており、笛吹市春日井町国府から同志三坂町国がの地へ移転したとする二点節と二点節の中間に、海国分寺のある笛吹市一宮城国部東原を置く。 三点説がある。ありがとうございます。